プロデューサーの皆さん、お疲れさんです。サカポンです。本日はですね、ミリシタガッシャ実況いきますよ。はい、っていうかね、今回のガッシャね、ちょっと実は私ね、ノーマークだったんだけどね、もうね、久しぶりに来ましたよ今日、ついに。そう、皆さんはお待ちかねです。ちょっとガッシャの方行きましょう。はい、本日はお待ちかね。ね、まあ数えて2回目ですかね。まあ1回目の時は私まだ動画撮ってなかった時期だったんで、で、今回動画初めて撮るってことになります。ミリオンフェスです。イエーイ！ SS レア2倍のミリオンフェス、本日来ております。カードの詳細の方から見ていきましょう。はい、今回ね、限定で SS レアキラキラコンチェルと箱崎セリカ来てますね。はい、こちら、ボーカル特化型ですね。ボーカル特化型センター効果エンジェルハーモニー、エンジェルタイプのボーカル値 90% アップ、スキル私の音楽でを奏でよう、効果7秒ごとに 40% の確率で4秒間コンボボーナス 28% アップとなっております。覚醒後がこんな感じですね。お、一気にタクシードって感じの衣装になりますね、特訓後は。うん、かわいい。そしてもう一人、凛として華やかにエミリー来ましたね。エミリーの方はですね、こちらはダンス特化型ですかね。センター効果プリンセスステップ、プリンセスタイプのダンスチア 90% アップ。スキル気品あふれるなでしこ、効果7秒ごとに 40% の確率で4秒間コンボボーナスが 28% アップとなっております。はい、特訓後はこんな感じ。お、大和なでしこからチアガールって感じでしょうかね。ちょっと洋風な風にチェンジしますね、これは。はい、本日はですね、まあ、20連分貯めてるんで20連回すんです。まあ、って言ってもフェスって言ってもね、20連でね、来てくれるかどうかって言ったら、まあ、それは甘いかもしれません。たとえフェスといえどもね、20連で。でね、私気づいたんだけどね、ミリシタのね、ガシャ実況ね、今んとこね、3回、ガシャ実況に関してはね、かぶりも含めて3回連続で SS レア引いてんのよ。だからね、そう、美味しいことはね、そう簡単に2度も3度も4度もあるわけじゃないんでね、今回はね、あまり、フェスといえども期待はせず、回していきますね。では、10連目、いきます。今、みんなの、いい、取れた。どうなんでしょうね。今のね、久しぶりにガシャ回すからどうだったかな。弱いか。あ、レア2人ですね。1人ずつ見ていきましょう。1人目、エレナです。2人目、ナオ。アユム。続いて、千鶴さん。はるか。そんで次が、あ、響きですね。続いて祭り、続きまして、あみ。続きまして、ミキですね。そして最後が、彼。今回は新規なしということになります。ちょっと一旦戻りまして。うわ、ちょっと全滅でしたね、1回目。2回目。これで全滅なら私何のためにガシャ回しとんかっていう感じですよね。せめて新規 S レアでも欲しいぐらいです。レアでもいいんですけど、新規の子が来てくれればいいんですけどね。どうなんでしょうかね。では、
ラスト10連目10連いきたいと思います。今楽しい、お強いの来たか、多分今の強いですね。さあ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 、レア嘘来たと思ったら、あー桃子先輩一人目リツコあれ今強いと思ったのにダメか、ジュリア、アミなんだったんだろう、セリカ、イブキ、あーダメか、つむぎ、続きまして、まこと、しほ、さあ最後が、あーゆきほ、あれ、新規コズ、せっかくのフェスなのに何これっていう結果でしたね。まあこういうこともありますよね、ちょっと今回は残念な結果でした、ということで何だったかなっていう感じです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。サカポンでした。